おすすめアパートリッチというものを3選選ばせていただきました。3つですね。はい、3つ、はい、まあ、5名ですか。江戸川区エリアです。おお、エリアでございます。はい、これで1万1000円で1万1000円アップして決まった。で次はですね、はい、あの我々としてはもう定番の大田区エリア。大田区ですね。はい、で大田区エリアでございます。はい、これで言うとですね、はい、大森、あとは蒲田、まあ、この辺りですね。これが一番大きいですかね、蒲田が。はい、蒲田、この辺りが大きいですね。はい、で京急本線っていうものが実はございます。はい、あとはその大師線だったりとか、はい、あの空港線ですね。はい、で我々多いのはどちらかというとこっちの方かもしれないですね。まあ、供給で言っても多いですかね。はい、圧倒的に。はい、まあ、梅屋敷とか、うん、京急蒲田造式とか、はい、まあ、その辺りですね。空港線も意外と多いですよね。はい、そうですね。空港線であれば穴守稲荷駅、はい、工事屋とか、工事屋とか、はい、天空橋、まあ、この辺りであれば全部、はい、大体管理させていただいてますね。はい、あとはですね、もう大師線の方、はい、東門前とかが多かったりしますね。はい、はい、まあ、はい、なぜここのエリアがいいんでしょうか。はい、センターさん、まあ、京急圧倒的にやっぱり単身者様の需要が都内の中でも強い方であって、はい、まあ、空港線沿いですとやっぱり羽田空港で勤務される方であったり、で京急本線でいうとあの都内であったり、あとはもちろん横浜、鶴見川崎の方もアクセスがいいので、そういったところ、まあ、若い単身者さんですかね、あの地方から上京されたりというところでまず一人暮らしを始めるポイントとしてあの選ばれていることが多いので、やっぱりそれに伴ってクリスリスクっていうのもやっぱり少ないので、基本的には家賃も取れてご紹介をさせていただくことが多いかと思います。そうですね。はい、このエリアに関しては、まあ、最大の特徴としては、はい、横浜と東京をつなぐちょうどど真ん中。ど真ん中、確かにそうですね。まあ、ど真ん中というか、まあ、その東京入りではあるんですけども、まあ、ちょうどいいライン、はい、ですね。どちらにも電車で10分から20分圏内で行けたりするっていう点で、あの非常にいいっていうことと、あとはその生活面でいうと栄えてるんですよね。単純に意外と駅前に商店街があったりしますね。あの蒲田行けば、あの飲み屋さんだったりとか、お食、まあ、食事屋さんもあったりしますので、あの空港線に関してはもう皆さんご存知の通り羽田空港がある。でそれに伴ってもちろんそこの職員さんもそうなんですけども、まあその他にもあのある程度施設、大型施設ができてきてますので、そうですね。そちらのスタッフの方が、はい、結構住まわれるっていうケースが、そうですね。はい、あとはやっぱ社宅ですよね。まあ、確かに圧倒的に多いかもしれないですね。というところもありますので、はい、その補助が出るっていうのがまた大きかったです。大きいですね。はい、はい、ということもありまして、家賃が結構上がっているんですよね。1万ですね。はい、1万です。上がってるんですか。はい、でこれ見てください。京急蒲田駅徒歩9分という、まあ、高立地ってことはもちろんあるんですが、はい、長屋 1K、16平米です。設備も必要最低限かなと思います。そうですね。はい、これで1万1000円でアップして決まった。はい、まあ、決してまあお世辞も広いとは言えない部屋ではあるんですけども、これがまあ実態ですね。はい、でまあそれで言うと、じゃあ1万1000円アップできてると思うんですけど、これ相場が、はい、あの大体まあ6万言ってもやっぱ7000円から9000円ぐらいだかなっていうところなんですけども、はい、そこからアップできてます。実質まあ7万後半ぐらいですかね。はい、というところになりますので、はいはい、まあ、ちょっと恐ろしいなというふうに思っているところでございます。はい、ちょっと怖いですけども。でまたその別の事例で、はい、梅屋敷ですか。梅屋敷でございますね。はい、梅屋敷に関してもこれは本線の方なんですけども、はい、あのまあ、品川だったりとかそっちの方に近いところですね。うん、はい、こちらも徒歩10分の、まあ、21平米と、まあ、ちょっと広めな企画でございます。はい、でウォークインクローゼットもあるってこともありまして、はい、まあ、これも、はいはい、1万1000円アップで決まってます。お、大体いくらぐらいで決まったんですか。これがですね、大体8万円前半ですかね。さらっと言ってますけど結構すごい金額かなっていう印象ですね。そうですね。あとまあ1個、はい、まあ、決まったポイントにもなるかもしれないんですけども、はい、まあ、これグループ会社の、まあ、南山建築工房ですかね。はい、そこであの施工している物件でもあって、まあ、こういった形で内装にも力を入れているので、うん、そういったところはやっぱり大きいんじゃないかなと思います。そうですね。そういったところが、はい、まあ、上がっている要因かなと。まあ、なので言ってしまえばあの、はい、狭いところも広いところもですね、はい、まあ、広いといっても21平米ですけども、まあ、結局どちらも上がってきて、はい、上がってきてます。で3つ目、横浜。はい、お、都心を離れてですね。都心離れてですね、はい、ターミナルの一つにはなるんですけども、横浜駅を中心とした、はい、まあ、基本的には
東海道ですね。東海道線、はい、で横浜駅に物件があればいいんですけども、まあ、ほぼほぼないですね。と、はい、ってこともあるんですが、はい、あの戸塚、あと大船、弊社事務所がある大船ですか、うん、そうですね、ですか、はい、であれば、はい、ギリギリ供給ができるかできないか。そうですね、はい、で川崎にギリですかね。そうですね、ギリギリ供給できるか、はい、ギリギリあるかないかですかね、はい、ただ大船は、まあ、ちょいちょいとでポツポツ出てきてますかね、はい、まあ、大船も実は鎌倉なので、そうですね、はい、あのあれなんですけど、まあ、隣ちょっと行ったら、はい、あの横浜栄区なので、はいはい、あのそれで言うと、まあまあ、ほぼ横浜かな、ほぼ横浜ですねっていうところでちょっと入れさせていただきましたが、はい、はい、まあ、あのこういったところのエリアっていうのは、うん、あの非常にいいですね、はい、はい、あの家賃もすごく上がってきているというような現状があります、はい、はい、で、はい、逆にですね、ちょっと行き過ぎちゃう、大磯とか、あ、はい、そういう熱海にかけて、熱海の方にかけて行き過ぎちゃうと、はい、まあ、なんていうんですか、デイリーに都心に行く人からしてみれば、はい、あのちょっと弱くなってしまうこともあるの で、ね、うん、立地としての有効性が少なくなる、はいはい、というところになりますね、うん、ただあの藤沢、辻堂、茅ヶ崎とかは全然、はい、あのあの全然いいんですけども、やっぱりあの単純に高すぎです、はいはい、高すぎてということなので、はい、供給は実際はできないんじゃないかなというところですね、うん、でその中でもあのやっぱ東横線ですね、はい、これもまあ間違いないかな、まあそうですね、はい、でまあ、皆さんご存知なところかなと思います、はい、ほぼほぼ問題ないのはもう、まあ、全ての駅はそう、もうそうなんですけども、はい、やっぱりその博楽駅だったり東博楽に関しては学生さんという印象がちょっと他の駅に比べて強いかな、うん、強いですかね、はい、とは思います。そうですね、はい、ただそれでもやっぱ全然供給されればいい、はい、エリアだと思いますので、はいはい、この辺りはまあおすすめかなというところです ね。現実的なラインとしては、はい、武蔵小杉はもうほぼ無理だとは思いますので、まあ、キクナなんかでやったりしたらいいですけどね。キクナ、そうですね、キクナ JR 通ってたりするので、そうですね、はい、丹町、キクナ、そうですね、はい、白楽もそうですし、あとはそうですね、大倉山、はいはいはい、あと元住吉、あ、元住吉、ね、日吉、はい、まあ、この辺りで出ればもう十分検討はいただけるんじゃないかなと思います、はいはい、自由が丘とかそのあたりはもう無理だと思います。難しいですね、はいはい、でまあ、その中で一つ事例としては、はい、あのまあ、東横線日吉駅でもあの供給が以前できました、はいはい、でその物件でまあ18平米の 1K になるんですけども、まあ、いろいろ設備に関しては盛りだくさんみたいな形 で、そうです、やらせていただいた、まあ、いっぱい記載がありますけど、はい、っていうような形になるんですけども、はい、それが、賃料8000アップと、はい、8000アップ、はい、でこれはですね、はい、自社ブランドになりますので、そうです、内装がかなりおしゃれで、はい、アクセントクロス、ちょっとアクセントクロスはなかなか奇抜な感じではありますけれども、はい、あの以前結構貼ってたものになりますね、 はい、そもそもですね、あの相場としてはやっぱ7万円ぐらいが相場なんですけども、うん、はい、そこから、まあ、青県企画ってこともございまして、まあ、自社ブランドってこともございまして、はい、それなりに企画、しっかりやらせていただいているってことも自信があってですね、うん、1万円ぐらいアップした状態で決まっていたんですね、はい、でたまたまですね退去がありまして、はい、そこからあの、まあ、ちょっと今相場がいいので、はい、ちょっと8000円アップしてやってみましょうということで、はい、結果的に決まっております。お、はい、日吉って学生もおりますし、はい、社会人の方も全然いらっしゃるので面白いエリアです、ね、うん、面白いエリアですね、うん、もう本当に横浜、渋谷どちらも行けちゃう、羨ましいです、アパート1としては十分なエリアになりますね、はいはい、まあ、こういったところで買えるか買えないかというと、まあ、なかなか難しいところもあるんですけども、はい、ただ先ほどの通りですね、もうちょっと、エリアを、ちょっと出していけば、うん、はい、まあ、少しずつ供給がギリギリされるか、大倉山も住みましたか、はい、うん、まあ、なかなかあれですけども、はい、ただあのおすすめとしてはできるエリアというふうになっておりますね、はい、おすすめエリア3選やらせていただきました、はい、この中であのやっぱりその今供給が実際にされそうなところで言うと、はい、やっぱりその江戸川だったりとか大田区のところが多かったりします。ここで狙っていただくのが現実的かなとは思うんですけども、はい、ポットでで横浜エリアの先ほどお話ししたこの辺りが出てきたら、はいはい、いやーこのぐらい、この事例の通りですね、胸熱な物件ですね、はい、結構胸熱激熱、はい、エリアでございますから、はいはい、あの家賃がどんどん上がっていきます、はいはい、あのそういったエリアで、まあ、ご購入いただくことがよろしいんじゃないかなというふうに思っておりまして、うん、まあ、最後にですね、今現時点でこういったセミナー企画を考えております。9月28日土曜日、はい、10時からですね、 YouTube チャンネルで生放送させていただきます、はい、アパート購入、建築を購入されている投資家さんは必見、はい、自社ブランドアパート、我々のマンションのぶっちゃけどうなの儲かるのということで、
はい、で我々 CF ネッツグループ、まあ、南青山建築工房で、はい、アパートをやっております。そうです、ね、でそれの事例をもっと公開します。はい、はい、今日以上にってことですね。今日以上にでもう少し情報が、はい、まあ、もう少しどころか、そうですね、分析してデータが出てきちゃうよというようなセミナーになっておりますので、はい、まあ、空室なんかもうちょっとその、はい、シリーズで出したいなというふうに思ってるんですよ、はい、そうですね、はい、で我々建築したもので実際にどのぐらい決まっていて、はい、空室どんなもので、はい、で家賃も想定のところからどのぐらい上がっていて、はい、でそれに応じて売却益ももちろん上がるよねということもあるの で、 そ う、 で、ね、そういったものに関してのセミナーを企画させていただいております。はい、でこれに関してはもうあのアパート自体を購入されたい投資家もそうなんですけども、はい、実際に持たれている方いらっしゃると思うんですよ。はい、で持たれている方もあのこういったアパートっていうその軽量鉄骨でサブでやればいいってもんじゃないので、あ、そうですね、はい、事例を見ていただいて、はい、あのこれくらい実際できるんだって、ね、木造の、はい、アパートでもこのぐらいできるんだ、うん、このぐらい家賃が取れるんだと、はい、でその中でも建築費はこのぐらいなんだと、はい、そうです、ね、はい、の割にはこのぐらいなんだっていうところで、はい、うん、いろんな情報を出させていただければなと思いますの で、 そうです、ね、ぜひですねご視聴いただければなと思います。はい、で一応ですねこれが私があの以上、まあ、講師としてさせていただくんですけども、はい、もしかしたら佐藤さん、はい、まあ、同席かもしれないなと。知れないんですかね。はい、もうほぼ確定です。はい、はい、あのというところであの、はい、この2人でこの配信させていただきますので、はい、あのぜひご視聴の方をいただければなと思います。はい、じゃあそれではありがとうございました。ありがとうございました。不動産投資を始めたいけれど本を読んだだけでは何から始めればいいかわからない方、相続対策、資産運用、賃貸トラブルでお困りの方、不動産に関することでしたら何でもご相談をお受けしております。対面、オンライン、お電話にてお客様それぞれに合わせたご提案をさせていただきます。 CF ネッツの個別相談、この機会にぜひご相談ください。CF ネッツでは不動産投資、賃貸管理、相続対策、資産形成、土地活用など不動産に関するあらゆるご質問にお答えします。皆様からのご質問をお待ちしております。